吉田さんね、私はですね、何かを諦めてでいい結果が出たことってないんですよ。で、困難から逃げていい結果が出たことはないんですよ。これ私のね、自分の人生からの学びはこれですね。だからどうしても攻略したければ、まあ、突破するか逃げない続ける、まあ、これに尽きるかなと。シンプルですけどもね、どうしてもそれを飛び越えてその先にあるものを掴みたければですけどもね、まあ、そういう思いがなければ、まあ、やらずに終わりということでいいんじゃないかなということですね、うん。まあ、困難を乗り越えた数だけ人生は豊かになると思いますけどもね。